けてねとか言ってる時が一番危ない。その瞬間に考えてやる。その飲んでなかったらまた違うから、状況が。牛乳飲んでなかったらまた状況が全く違ったから、だからもう最初から考えてももうだから意味ないし、その瞬間に考えるためにっていうか、いやー今日天気いいし、本当に時給保証日和だわ。本当観光しよう、東京観光堪能しよう。無駄に撮ってないとき、無駄に撮ったことないときの感覚者みたいな。渋谷はもう大体網羅してるから。いやー、ちょっと逆に昨日みたいに雨降ってる時も緩くできるから。てか、なんか今日、昨日雪で今日凍るんじゃないかみたいな懸念も全くなかった。蓋開けるんで全く氷どころか水たまりすらない。昨日休んで今日頑張ろうと思っても無理だよ。全然注文これ飛んでこないよ。天気よかった。
を取るときにあの甘いあのスイートの誘惑足りないか足りないか。焼き食いてえな。いや、やっぱね、あんまり馴染みないけど、やっぱり東急百貨店のやってるのだってあって、まあ、いい会社なんだろうって。だなんか3日4日ぐらい前の時になんか。20年後でなんか女の子がバイトしてて、バイトなんか社員ラインバイト、普通だってそんなところバイト行かないでしょ。ちょうどマッサージの姉さんですか。お世話になっている人ね。そこも詳しいんだ。めちゃくちゃ的確な答えが返ってきて、めちゃくちゃ詳しいな。朝はやっぱりパパ活やるって感じの人はいないわ。やっぱ真っ当な人生を歩んできた日本を背負ってきていただいた健全な方々がやっぱ夕方ぐらいになるとパパ活とかあの109の前で斡旋してるスカウトに声かけられる人が大量発見。しかも無駄にセンター街を組む。変だなぁ、なんか。いやだから本当にこの日の丸が掲げてあるけど、今ちょうどそれ脳内で歌舞伎町と渋谷を比較と思ったけど、本当そうだな。いやこれ何気にこの日の丸が掲げてあるって結構重要なことや。歌舞伎町に日の丸掲げられてないでしょ。結構重要だよ。何とも思ってなかったけど、なんか右翼の人が、なんか立
本万歳とかそういうなんか集客としてコラボするのが困ったもんだね。そう、考えてること同じで、やっぱり今日がっつり稼働したろうとか思ってるんだろうけど、もう無理だね、今日は。今日本当に無理。今日は絶対に全くならない。みんな考えてること同じで、オンラインがもうめちゃくちゃ増える。足細すぎでしょ。やっぱり俺走るの本当嫌いだなと思うけど、やっぱ足がもう全然走るの好きだし、足がめちゃくちゃああいう感じの何だっけ、筋肉チキンだから足が根本的に違うもん。合ってない、走るの全く合ってない。だからやっぱ、なんだっけ、あれ、インザーギじゃなくて、トッティと、あいつ、なんだっけ、忘れちゃった、あの、10番、なんだっけ、あの、ローマじゃなくて、あれ？走るの嫌いだった。イタリア、なんかイタリア人のジョークが、いや俺らは走らないで周り走らせたから、ね、めちゃくちゃ面白い。
イタリアのそういうなんていうの、皮肉まあいいや、情報でしょ。でも根本的にやっぱり違う。筋肉の質が